ジュリーは何した細かすぎる澤田賢治ネットワードチェックこのコーナーは最新のネット記事から澤田賢治というワードを細かすぎるほどチェックするコーナーでございますあまりに細かすぎて本人といまいち関係がない場合がありますがご了承くださいそれでは今回の「細かすぎる澤田賢治」ワードチェック私せい少女へこちら5月3日ザックザックより「日は再録」名曲プレイバック芹沢宏明氏が語る少女へ もともとは沢田賢治のために書いた詩と日韓ロマンポルノの売れっ子女優さんのための曲ということでねもともと芹ワさんはですね日韓ロマンポルノの売れっ子女優さんのために曲を作ったこの少女 A だったわけなんですけども、えー、まあそれがその悪友さんの事務所のマネージャーさんがそのワーナーミュージックに持っていたということなんですね、えー、そこで作詞家の瓜野正夫さんが現れて えー、ジュリーのために書いたという詩を出してきたとでそれが「聖少女 A」あの「聖、ね、なる聖」の少女 A という詩だったわけなんですよね。でその聖を取って少女 A になってですねでその芹沢、まあ、さんのメロディーと合体したみたいな感じなんでしょうかね。で2017年の デイリーの記事にですね、このウリノさんのこの少女 A の秘話が書かれておりましてですね、アキナの少女 A、実は沢田賢治のために原曲を書き下ろした作詞家、ウリノ正雄氏が明かすというこの記事に裏話も書いておりまして、映画「ベニスに死す」を原点として以前、沢田賢治のために書き下ろしていたというこの詩だったわけなんですよね。で、原曲は 澤田賢治がえプールサイドから少女を上目遣いに見ているえ詩だったというふうに、えー、ウリノ様はおっしゃっているというねいやでもジュリーバージョンのね聖少女 A もなかなか売れたんじゃないですかねうーん面白いですよね、えー、こちらのね5月3日のザックザックの記事そして2017年になりますけどもデイリーの記事ぜひチェックしてみてください澤田賢治ロックンロールに燃えるこちら5月2日ローリングストーンより横浜のロックステーション TBK が音楽シーンに残した功績金田達夫と語るということで TBK というのは、えー、テレビ神奈川ということでございましてですねこのテレビ神奈川は結構その音楽にかなり、えー、力を入れていた、まあ、放送局ということでございましてでその、えー、番組の中に「イティングエイテ8 0 s という番組があったということなんですよねで、えーまあ、その「Fighting80s」っていうのはまあ すごい、えー、ゲストがたくさん出ておりましてですね初回のゲストがなんと佐野元春さんということでこの記事の中にこんな人も出ていたんだと思ったのは澤、えー、田研二さん浜田省吾さんという名前がというふうに書いておりましてですねうんテレビ神奈川ですごい <laughs> ゲストの、えー、名前ですよねで調べてみたんですよねでブログに「ファイティングエイティーズ」全放送リストという えー、このねブログがございましてですねでそうそうたるメンバーが出ておりましてなんとサザンオールスターズとかですね、えーまあ、さっきの浜田省吾さんもそうなんですけどタモリさんまで出て舘ひろしさんまで出てる,出てるというねでその中にジュリーが、えー、出ている回がですね第72回、えー、1981年8月14日「えー、沢田県二ロックンロールに燃える」という回に まあちょっと一般の方のブログなんで、えー、まあ真偽はちょっとわからないんですけども、まあ、このようなリストがあるということでございましてですねいや見てみたいですよね、えー、ご興味ある方はこちらの記事チェックしてみてください剣とジュリーのマルヒ衣装合わせこちら5月1日「文春オンライン」より優香40歳が涙して語った志村さんしかいない志村けんがパートナー選びに隠し持っていたおもちゃ 2021年ベスト5というふうにね、書かれたタイトルの記事なんですけども、この記事では、志村さんの過去の、まあ、名パートナーについて書かれておりましてですね、その中に、まあ、ジュリーの名前が出てきます、えー。鏡コントで大いに笑わせてくれ、志村に代わってキネマの神様の主演を引き継いだ沢田健治というふうにね、名前が出てき、えー、ておりますけども、この鏡コントは、僕があの、見た分はですね、あの、ドリフ大爆笑の えー、リクエスト殺到。ケンとジュリーのマル秘衣装合わせというコントなんですよね。で、それはあの、えー、ジュリーがあの、オーギャルの、えー、まあ、船長さんみたいな格好あるじゃないですか。白いね。で、志村さんもその格好をして、帽子を斜めにかぶって、あれ、やっぱりちょっと似てますよね。志村ケンさんとジュリーってね。<laughs> 若い時はね、似てるっていう風に言われていましたけど、ケンさんやっぱかっこいいなと思って。 うん、で、二人でその鏡のように、えー、真似をするというコントで、えー、今見ても面白かったです。<laughs> えー、こちらの記事、そして、えー、ジュリーとね、えー、志村健さんのコントもぜひチェックしてみてください。ジュリーは何した細かすぎる沢田健二、ネットワードチェックでした。私、不思議レモンによる、ジュリー沢田健二さんの 楽曲カバーチャンネル、しげれもんカバー沢田健人。こちらの YouTube チャンネルもよろしくお願いします。概要欄にリンクを貼っております。ぜひ足を運んでください。しげれもんでした。